新年、私はですね、なぜかわかんないんですけど、なぜかめちゃくちゃ忙しかったんですよ。本当忙しかったんですよ。スキー行ったんですけど、私ずっとホテルの部屋の中で仕事してたんです。どうやってしてもね。あれはちょっとは行ったんですよ。はい。ですから、娘をこうスキーレッスンに入れて、で、まあ妻も自由に滑っておいでって言って、私は仕事をしないといけなくてですね、まあちょっとは滑ったんですけども、3泊4日行ったんですよ。そのうちですね、滑ったのは4時間ぐらいかな、4、5時間ぐらいですかね。いや、完全に遊んどるなと。いやいや、もうずーっとずーっと仕事してましたよ。まだうちの娘がね、上手になりましたね。インスタグラムの方で動画をアップしてますから、よかったらご覧くださいね。あれどうですか、見込みあります？まだね、通算6日目なんですよ。通算6日目の動画なんですけども、結構ねスピード強なんですよね。こっちがもうハラハラしちゃうぐらい、だってもうリフトに手振る余裕までねありますからね。ずっと忙しくて、ここ2週間なんですけども、ほとんど寝なかったんですよ。ほとんど寝ないって言っても、1日にまあ3時間ぐらいですかね。私そんなね、睡眠削ること最近あんまなかったんですけども、何日か経ったらですね、なんかランナーズハイっていうんですかね、あれ寝なくても大丈夫じゃないかみたいな、寝なくてもいい体を手に入れたんじゃないかみたいなね、感じになりましてね。結構後半1週間はね、1日の睡眠だいたい2、3時間、だから全くの徹夜じゃないんですけども、ちょっと1時間仮眠みたいのを、何回か入れるぐらいなんですけども、全然睡眠不足でも全然大丈夫な感じになりましたね。なんとか仕上げましてね、今日からか普通になりました。昨日久しぶりにベッドでぐっすりと寝ましたけどもね、まあなんとかね、なんとかかんとかいたしましたよ。はい。私ね、もともとショートスリーパーじゃないですから、普通ですからね。ロングスリーパーでもないんですけど、普通ですからね。はい。